ホロロンとは、毎年1月15日の正正月の夜に、岩手県久慈市で行われる年中行事。子供たちが、ホロロンと掛け声をかけながら、家々を訪れ菓子や小遣いをもらう様子が、ハロウィンに似ている。少なくとも1950年代までは、久慈地方一帯で正正月に、子供たちが、祝ってくさえと言いながら、家々を訪れ正月の餅などをもらう行事が、 存在した。しかし現在では、港地区のホロロンが現存するのみとなっている。地域団体、久じ港十10日会によると、1940年頃より前に、掛け声が、祝ってくさえ、から、ホロロンに変化したという。岩手県教育会旧古軍部会発行の、久野へ軍師に、夜、女の年取りが住むと、子供等は、長見というて、仮面をかぶり、 ほろろほろろとか、宿福てくさえとか言いながら、家々を、次々と歩いて、祝い物をもらいふ。しかしこれは近日れかのつてきた。岩手県教育会九古軍部会、久野兵軍史、P404 から407、4、民族定期行事一月の行事との記述があるほか、柳田国夫の、妖怪談義にも九古軍九次町でも小正々月の、天長見というものがやってくるが、 これは、子供の行事であって、ほろろほろろと唱えつつ、家々を訪れて、餅をこうばかりで、その長みをはぎまたは、たくるということは言わない。この地方的の変化も私たちには意外ではない。成人の忘れた多くの儀式を、引き継いで保管するものは、いつも児童であったからである。同じ岩手県でも、上平の釜石付近では、 右の正正月の訪問を、七見たくりと言い、これが、第七見と、小七見との二種に分かれていた。小七見は、前の九時地方の長見のごとく、少年たちの餅をもらい歩く行事であり、第七見は、小賀の生萩と似ていた。かぐら面の中のなるべく恐ろしいものを被り、腰には締め縄を身に巻いて、家々に暴れ込むのは、若者団の役目であった。 この七見たくりと秋田の名もみはぎと同じ語であることは、比較によって全く疑いがないのである。柳田国を、妖怪談義、妖怪恋、言語と民族の関係さんとあり、元来は、名もみと同様の仮面の来訪神の行事だったものが、子供が歌詞や銭をもらう行事に変容したものでは、ないかと推測される。かつて、日本全国に、正月十四日の夜、 青少年たちが、ほとほとなどと唱えながら、家々を訪れ持ちや銭などをもらう風習があった。唱え言葉は、ほとほとの他に、ことこと、パタパタなど地域によって、バリエーションが見られるが、いずれも戸を叩く音を口でもした、擬音語。放棄、出雲編ではほとほとと呼んでいました。正月14日の夜。 村内の若者がわらで作った馬、牛の綱、あるいは千差しの類を持って、人家の戸口に立ち、小さな作り声をしてほとほと、ほとほとというのです。そうすると家では盆に、餅や銭を乗せて、出てきて、これをくれるのです。中略備中の女防群などへ参りますと、この同じ小正月の夜の行事を、ことことと言うそうです。 中略このことことは戸を叩く音ですが、命名も口でそう唱えたようです。ほとほとというのも、元は戸を叩く音から来たものにそうやりません。村によっては、トロヘントロヘンといって戸を叩くところもありますが、それをもまたほとほとと名付けております。トロヘンの意味ははっきりとはわかりませんが、広島県北部の山村では、また、 トロベートロベート言ってきました。人によっては、トノベートも申しますから、あるいは他の地方で、トヘというものと同じかもしれません。中略この風習は、山口県全部に渡っておりまして、古くからこれを、トヘと言ったことは、長と大津郡日置村の八幡社の、トール六四年の社役注文にも、一二と、正月十四日と、へえ、 鮭ことごとく三郎思考などあるを見てもわかります。柳田国を小崎も者の声、神に代わりてきたる一善行引用の参考文献に曰く、ホロロンはかつては、ホロロホロロと唱えられており、ホトホトとの音の近さからとを叩く音を口でもした、擬音語のバリエーションではないかと推測できる。ありがとうございます。